チョコの精霊？一体それは何なんだい？と聞く前に。リベリア・アイズ、君たちの格好について尋ねても大丈夫かい？察しろ。いつものロキの悪癖だ。リベリアとアイズタンを断層させればチョコをもらった上にホワイトデーもお返しがもらえる。なんちゅう悪魔的発想。ちゅうわけで二人ともこれを着るんや。グヘヘ。ってロキが言ってた。普段と趣向が違うと思ったらそういうことか。合図はともかく、君はよく素直に来たじゃないか、リベリア。はめられた。チョコを届けようと殺到するエルフを何とかしてやるというロキを全面的に信じたのが間違いだった。全てが終わった後に見返りをよこせと言われてな。もし拒んだらエルフを呼び戻すという条件付きだ。泣き落としして脅迫してまた泣き落とししてた。お願いの手段にも策を巡らせるようになってきたね。明日は我が身というし人事じゃないな。チョコの返礼をなぜ我々が行わねばならないのか理解に苦しむ。話の腰を折ってしまってすまない。それでチョコの精霊だったね。ああ、姿は確認されていないそうだが声を聞いた者は多数いるようだ。男性の冒険者を中心に実際チョコをもらった者も大勢いる。なるほど、それでチョコの精霊か。神々の娯楽と考えるのが一番それらしいけれど、今追っている事件とは無関係そうだ。追っている事件？ああ、ギルドに押し付けられてね。僕たちロキファミリアが担当することになった。第2級冒険者を含む上級冒険者の連続失踪。少し大きな山になりそうだ。